ジリ・キーリーン、ジリ・キーリーン、チェックコリオグラファーダンサーイ・ジー・キリアンは、チェコ出身のバレエ振付屋。1947年プラハに生まれる。1967年英国ロイヤルバレエ学校に入学。1968年ソリストとして、シュトゥットガルトバレエ団に所属。ジョン・クランコに指示しながら、振付を開始する。百七十五年にネザーランドダンスシアターの、 副芸術監督、1978年には芸術監督に就任。以来50作以上の作品を NDT のために創作し、同カンパニーを世界的バレエカンパニーへと押し上げ名声を得る。1999年8月に芸術監督の座を退いたが、今も NDT の牽引者として多くの作品を振り付け続けている。2000年より、 彩りの国際玉芸術劇場における、綾野の国キリアンプロジェクトの芸術監督に就任。2006年、2007年と、ローザンヌ国際バレエコンクールにおける、コンテンポラリーバリエーションの課題は、キリアン振付作品の中から選ばれた。2009から2010年の NDT 創立50周年シーズンを、最後に30年以上在籍した、ネザーランドダンスシアターから退く。 ありがとうございます。